カノーバ作、アムール・トップシュケ、ルーブル美術館所蔵、アントニオ・カノーバは、イタリアの彫刻家、裸体を表現した大理石像が有名で、過剰に演劇的になりすぎたバロック美術から古典主義の洗練さに回帰する、新古典主義の代表である、アントニオ・カノーバとも表記される。アーザロ近郊ポッサーニョ村のカノーバ美術館、アントニオ・カノーバは、ベネト州のポッサーニョに生まれた。 父親も祖父も石膏及び無名の彫像家で、ポッサーニョには同業者たちと住んでいた。3歳の時、父親が亡くなり、母親も再婚先に嫁ぐことになって、カノーバは祖父母の手で育てられることになった。祖父のパジーノは、スケッチと建築の心得も、いくらかあって、デザインもうまく、装飾的な作品を作らせると、かなりの出来だった。祖父は孫に、仮名だけでなく、 家業も継いでもらうつもりでいた。それで、カノーバーが鉛筆を握れるようになると、すぐ、祖父は、スケッチの手ほどきをした。幼い頃のカノーバーは、美術の勉強に明け暮れたが、特に彫刻に関心を示し、もっぱらその勉強に時間を割いた。その結果、その技術は著しく向上し、間もなく、祖父の仕事を手伝うまでになった。祖父のパトロンの中に、 ファリエ家というベネツヤの貴族がいて、少年だったカノーバをベネツヤの上院議員だったジョバンにファリエに引き合わせた。ファリエ議員はカノーバの面倒を見ることにした。カノーバはそれに感謝してバターでライオン像を作ったとは電気作家たちが繰り返し語る逸話だが、真偽のほどは不明である。事実なのはファリエがその後カノーバの最も熱心なパトロンになったことで、 その子ジュゼッペもまた、カノーバの生涯の友となった。ファリエはカノーバを彫刻家のジュゼッペ・ベルナルディ・トレッチのところに預けることにした。トレッチは当時、ファリエ議員のアーゾロの別荘の近くのパグナの村に住んでいたトレッチの下で、カノーバは相当腕を磨いたものと思われる。カノーバが13歳の時、ベネツィアに帰省していたトレッチが亡くなった。トレッチは死ぬ前に、ファリエに、 教え子のことを頼んでいて、ファリエはカノーバをベネツィアに呼び寄せ、トレッジの甥いのところに預けた。一年間、トレッジの甥いの指導を受けた後、カノーバは独立し、ファリエの依頼で、オルフェウスとエウリュギ系の制作を始めた。二つの像で一組の作品で、最初にできたのは、ハディスの元から去ろうとしている、炎と煙に包まれた、エウリュギ系の像だった。完成したのは、 カノーバ16歳の時だった。それは、ファリエとその友人たちから高く評価された。その時、カノーバはこの作品はいずれ世に出すべきだと考えた。修道院の行為で、空き室を仕事場として借りることができた。そこでカノーバはコツコツと勉強した。学校にも通い、そこで、いくつかの賞をもらった。しかし、カノーバが学校の勉強以上に頼りにしたものは、 自然の研究であり模倣であった。カノーバは人生の大部分を解剖学の研究に捧げるが、それは解剖学こそ芸術の秘密であると考えていたからである。カノーバは劇場にも足しげく通い、出演者の表情や身振りを注意深く観察した。夜は一切デザインをせず、目を開けたままでいることに決め、それは数年間忠実に守られた、どんなものでも、 彫刻の技術の向上につながりそうなものなら、貪欲に吸収した。考古学、歴史、さらに、イタリア語以外のヨーロッパの言語も学び始めた。3年間、カノーバは彫刻を一つも作らなかった。しかし、1776年、オルフェウスとエウジュリケを完成させるため、再びのみを握った。そうして作られたオルフェウスは、カノーバの大きな進歩を示していた。 もちろん作品は白紙喝采で迎えられた。ダイダロスとイカロスも好評だった。この作品は、カノーバの修行時代の作品でも、最も有名な作品と言われている。何より評価されたのは、そのスタイルの完結さと自然の忠実な模倣であった。カノーバの優秀さと評判はその時広く、世間に認められた。カノーバはいつか、アドリア海の岸辺からテベレ川の岸辺へ行きたいと、 考えるようになった。そして、24歳になった時、カノーバはついに旅立つことになった。カノーバ作、テセウスとミノタウロス。ロンドン、ビクトリアアルバート美術館所蔵。ローマに出発する前に、カノーバが生活に困らず勉強できるよう、友人たちがベネツィア議会に奨学金を申請してくれた。この申請は認められ。 カノーバは3年の期限で300ダカットの奨学金を得ることができた。また、ベネツィア大使で芸術に詳しく、寛大な保護者であったジローラも釣り合いへの紹介状ももらうという、これ以上はない手厚い扱いを受けた。カノーバがローマに到着した1780年12月28日は、カノーバの新時代の始まりの日であった。カノーバにとって、ローマは、 古代ローマの遺跡の勉強をすることで自分自身を完成に向かわせ、またそこに住む美の巨匠たちと競争することで自分の才能を試すことができる願ってもない都市だった。カノーバにとっても友人たちにとってもその結果を出すことが最高の希望だった。そのローマにカノーバの名を知らしめた最初の作品は現在ロンドンのビクトリアアルバート美術館にある テセウスとミノタウロスだった。等身大よりやや大きめの作品で、ミノタウロスの死骸の上に、勝利したテセウスが腰掛けている姿が描写されていた。テセウスの全身の隅々までありありと見える、疲労困憊ぶりは、恐るべき、死闘の激しさを見事に物語っていた。その簡潔さと、自然主義的な表現は、カノーバのスタイルを特徴づけていて、優壮さと自然の高尚な概念がこの時、 結合されたのであった。テセウス像は熱烈な賞賛を浴びた。カノーバ作、サンビシン、サンクトペテルブルク、エルミタージュ美術館所蔵カノーバの次の作品は、ローマ教皇クレメンス14世の記念碑だった。その仕事に取りかかる前に、カノーバは、ベネツヤア議会の許可を得なければいけないと考えた。奨学金をもらっている限り、彼は、教皇ではなく、 ベネツヤ議会に仕えていたからだ。カノーバは、ベネツヤに戻り、直接議会に嘆願し、無事それは許可された。カノーバはすぐさまローマに引き返すと、バブイーノ通りの近くに工房を開いた。最初の2年はひたすらデザインの整理とモデルの構図に、費やし、さらに2年をかけて、1787年、ようやく教皇の記念碑は完成した。熱狂的なディレッタント、A。 ディレッタント、構図家、学者や専門家よりも気楽に素人として興味を持つ者の意見では、この記念碑はカノーバが現代最初の芸術家である、刻印だとされている。5年間休みなく、働いた後、カノーバはさらに、ローマ教皇クレメンス13世のための慰霊碑も完成させ、それはカノーバの名声をさらに高めることになった。カノーバののみから立て続けに作品が作られた。 そうした中に、代表作、アムール・トップシュケも含まれる。カノーバの名声はさらに高まり、ロシア宮廷から嬉しい依頼が舞い込んだ。サンクトペテルブルクに来てほしいというものだった。しかしカノーバはこれを辞退した。そのことについて、カノーバは友人の手紙にこう書いている。とはいうものの、カノーバの多くの傑作が現在サンクトペテルブルクのエルミタージュ博物館にある。アントニオ・カノーバ。 自画像。1795年から1797年にかけて多くの作品が制作された。その中には以前の作品の複製もいくつかあった。ビーナスとアドニスもその一つで、この作品はナポリに送られた。ところでフランス革命の衝撃はイタリアにも波紋を起こしていた。1798年、カノーバはひっそり静かに暮らしたいと。 生まれ故郷のポッサーニョに戻り、約一年間陰性した。そこでカノーバはもっぱら絵を描いた。いくらかは、絵の知識があったのだ。生変が一時的に落ち着くと、カノーバは、ローマに戻った。しかし、生活の変化のせいだろうか。健康を害し、友人のレッツォニコ上院議員と一緒に、生洋用のため、ドイツに旅行することにした。おかげで健康は回復し、旅から戻ると、 カノーバは再び精力的に作品の制作を始めた。それからの15年は、カノーバの人生を変えるような事件らしい事件は起こらない。かろうじて書くことがあるとすれば、仕事が忙しかったことくらいか。とにかく工房の仕事で頭がいっぱいだった。例外は、パリ旅行、ウィーン旅行、そしてフィレンツェなどイタリアの他の都市に、ほんのちょっと立ち寄った以外は、ずっとローマにいた。 とカノーバ自身は述べている。1815年、カノーバは教皇からある依頼を受けた。先にナポレオン・ボナパルトによって持ち出された美術作品をパリからイタリアに創刊する、その指揮監督である。和解には多くの相反する利益があったので、カノーバは相当の熱意と努力と強いられた。しかし、カノーバへの信頼と、それに幸運も手伝って何とか調停し、 任務を達成することができた。その年の秋、カノーバは長い間心に抱いてきたロンドン訪問を実現することができた。カノーバは熱烈な歓迎を受けた。ロンドンにはカノーバが評価する歴史画家の第一人者ベンジャミン・ハイドンがいた。カノーバがハイドンの何を評価していたかというと、古代ギリシアのパルテノン神殿からイギリスに持ち出したエルギンマーブルを イギリスの無学な官邸家たちがその価値を見くびっていたのに、ハイドンは真っ向からことを唱えたからだった。カノーバーのイギリスの弟子には、リチャード・ウェスト・マコット、ジョン・ギブソンらがいる。1816年の初めに、カノーバーはローマに戻った。そこでカノーバーはいくつもの栄誉を授かった。まず、ローマの主要美術協会アカデミアディさん、ルカの会長になった。そして、 教皇自らの手によって、カノーバの名前が、ザ・ゴールデン・ボリューム・オブ・ザ・キャピトルに刻まれた。さらに、イスキア公爵の爵位と3000クラウンの年金を受け取った。サンタマリア・グロリオザ、デイ・フラーリ・聖堂のカノーバの記念碑。カノーバは巨大な宗教の彫像を構想した。その雛形は、イタリア中で絶賛され、大理石も入手し、あとはカノーバののみが振るわれるのを待つだけだった。 しかし、聖職者の反対にあって、この計画は頓挫した。しかし、カノーバは諦めず、生まれ故郷のポッサーニョに、その像や他の作品を収める神殿を建てることにした。その境内には、設立者、つまり、カノーバの遺骨も暗記するつもりだった。1819年、カノーバはポッサーニョに赴いた。まず神殿の礎石を置いた後、カノーバはローマに戻った。 そして毎年秋になるたびにカノーバはポッサーニョを訪れては職人たちを報酬とメダルトで励まして建設の人頭指揮に当たった。しかし建設には莫大な経費がかかった。資金が突きかけたのでカノーバは老齢と病気をして仕事をしなければならなくなった。この時期カノーバは数々の代表作を作った。マルスとビーナス。 ローマ教皇ピウス六世の巨大な像、ピエタ、西洋ハネ、オーガたタ、マグダラのマリア、などである。そして、カノーバ最後の作品となった、友人コングなら白爵の巨大な胸像も作られた。1822年5月、カノーバはナポリを訪問した。スペイン王フェルナンド七世の騎馬像のためのワックスの型を作るためだった。この旅は、カノーバの健康をかなり害した。 しかし、何とか持ち直し、ローマに戻った。その年の暮れにも、カノーバは、神殿建設のため、ポッサーニョに行った。しかし、そこで病気がぶり返した。ベネツヤまで来て、そこでカノーバは、生き耐えた。65歳だった。カノーバの病気は、幼い頃からの彫刻道具を使い続けたことによる、肋骨のくぼみのせいだった。1822年10月25日。 盛大な葬儀が営まれ、遺体はポッサーニョの神殿に埋葬された。しかし心臓だけは、ベネツィアのサンタマリア・クロリオザ、デー・フラーリ聖堂の大理石のピラミッドの中に収められた。このピラミッドは、もともとは、ティツヤーの病のために、カノーバ自身がデザインしたものだった。ペルセウスとメデューサの首は、カノーバがドイツから戻って、すぐに作られたものである。 ペルセウスが壮絶な戦いの末、蛇の髪の毛を持つメデューサの首を掴んだその瞬間が表現されていて、右手に掴んでいる剣は別個に作られたものである。現在、この作品はバチカン美術館にある1802年ナポレオン・ボナパルトの個人的依頼でカノーバはパリに出向いた。ナポレオンの上半身のモデルを作るためだったが、そこでカノーバは寛大なもてなしを受け、 様々な栄誉を授かった。この巨大な彫像の完成には6年かかった。ナポレオンが失脚した後は、この像は、ルイ18世からイギリス政府に、さらに初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーの手に渡った。他には、パラメデス、クレガス・アンド・ダマキシーネス、テゼウスとケンタウロスの戦い、ヘラクレスとリカス、ヘクトルとエイジャックス、アメリカ大統領、ジョージ・ワシントンの彫像、 フェルナンド7世の彫像などがある。ヘラクレスとリカスはカノーバの心の中にある最も残酷な部分を表現したものだと言われている。確かにその得意なスタイルは他の追随を許さない。カノーバの優雅な作品では、まずヘイベイゾーンが挙げられる。このジャンルの最初の作品であるだけでなく、カノーバはこの青春の女神、ヘイベイを4体も作っている。それぞれに変化をつけているが、 最も改良の跡が見えるのは簡素化である。どの像も細かいディテール、表現、ポーズ、キめのポーズの繊細さの中に印象的な気品を持っている。最後に作られたヘイベイはイタリアのフォルリの美術館にある。踊る妊婦たちはヘイベイやサンビシンと似た性格の作品である。ビーナスはそれらより高貴で、ナヤードは波外れた美しさを持っている。 1810年のパリ旅行では、ナポレオンの母、妻マリルイーズをモデルにした。他にも、エステルハージ家令状、ナポレオンの妹、エリザボナパルトの像もある。それ以外にも、コリーナ、サフォー、ラウラ、ベアトリーチェ、トロイのヘレンといった女性像がある。マリア・クリスティナ王妃の記念碑、カノーバの作った記念碑、母妃の中で最も壮麗な作品というと、 19体の彫像から、なる、スペイン王妃、マリア・クリスティナの記念碑だろう。他には、前述した二人のローマ教皇の記念碑、ビットリオ・アルフィエーリの記念碑、ベネツィア海軍提督、アンジェロ・エモの記念碑、さらにホレーショネルソンの慰霊碑のための小さな模型や、様々な記念碑用のレリーフがある。ありがとうございます。